吉田勤です。今日は町田デザイン専門学校の山岳ネットワークに来てますが、その中に、町田市少年少女発明クラブというところのコーナー、部屋があります。そこには町田の少年少女の皆さんが発明をしたもの、非常にこれから先もっともっと素晴らしいものを作っていこうということで、いろんな作品が置いてありますが、先ほど実用新案になった製品を紹介しましたが、こちらはこの特許に指定をされたものです。どんなものかと言いますと、ちょっと変わった形ですが、まあちょっと私はまだ今日明日はまだお世話にならないと思いますが、いずれこのお世話になるという可能性がある、この杖ですね。普通はこの90度になったところの部分を持って、こういうふうにして持って進んでいく、そうです。まあ平らなところですから、この状態でちょっとこう段々があった方がいいんですけどね、そういうところを使っていく、杖です。名前は簡単、フリーウェイ石という名前がついているそうです。そしてこちらはこの逆に階段などをですね、登るときにこの形をして安定をさせるということですよね。そして使うと、この療養を兼用して、これは小学生ですかね、小学校6年生が発明したそうです。町田市の在住のこの小学6年生が発明して、なんと特許が取れた平成27年の1月、もうつい先日ですが1月の5日に特許が取れたということです。こういうものを皆さんが、町田から発明品が出ると、そして日本中に世界中に広がっていくということを期待してますし、またそういうこの発明の少年少女を支える皆さんがこちらにおられますので、ずっと長生きしてもらって、皆さん方をご指導いただきたいと思います。そして素晴らしいこうした作品群をぜひ、この日本中に世界にも広げていただきたいと思います。吉田勤でした。